じゃあちょっと今からグルミカアンケートの方をやってね、ついでにこのゲームのいいとこ悪いとこをそれぞれちょっと話していけたらなと思います。はい、じゃあ今アンケートの方記入が終わったので、ここからいろいろね話しながら見ていきたいと思います。まず1つ目、今後グルミクに実装してほしいカバー楽曲をお聞かせくださいということで、自分がね、ちょっと個人的にこの曲カバーしてほしいなって思ったのはこれですね。お願いマッスル。これダンベル何キロ持てるっていうアニメのオープニングなんですけど、ちょっとあれがね結構好きで中毒性も高いし、グルミクならカバーしてもおかしくないんじゃないかっていう曲をねちょっと持ってきました。まあこちらね、現実味あるユニットで言ったら、まあ、マーメイドあたりなんだよね。マーメイド、その辺がやっぱ現実味あるかなって思うんだけど、理想ユニットっていうかな、俺の理想ではハピアラにカバーしてほしいかなって思ってて、あとね、のんちゃんのサイドチェストがちょっと気になるかな。サイドチェスト。はい、次行きましょう。今後グルミクに実装してほしい原曲をお聞かせくださいということでね、ライオット。まあ、この前水木奈々さんの原曲が4曲ほどね、追加が決まったということで、やっぱ水木奈々さんはやっぱ D4DJ にも声優としてね参加してるんで、まあ原曲が追加されてもいいでしょう。でライオットを歌ってるレイチェルさんもこの D4DJ に声優として参加をしている。やっぱ DJ ラスの曲だね。ラスはねやっぱ DJ も使ってるんで、ライオットはこのゲームにめちゃくちゃ合うのではないかと。でそれが原曲で追加されたらね、それはもう盛り上がるでしょ。それは現実味もあるし盛り上がるし楽しそう。それがライオット。まあ、これがね俺的には追加してほしいかなと思っています。はい、次、あなたの一番好きなユニットをお聞かせください。いや私はハピアラですね、今のとこは。でもしかしたらちょっとピキピキ混合してくるかもしれない。ちょっとアニメでかっこいいね。あなたの一番好きなキャラクターをお聞かせください。私はトゲツレイちゃん推しです。まあ、他にもね好きなキャラいっぱいいるんですけど、まあ、今はのんちゃん補正もかかってる、トゲツレイちゃんを押しています。やっぱ可愛い。あの第5話でね、あの音ゲーやってる時がめちゃくちゃ可愛かったです。もうキャラが多い、キャラが多いよ。グルミクへのご意見ご要望があればお聞かせくださいということで、まあ、この2つだね。前までだったら余裕でプライベートルーム実装はよみたいなこと書いてたと思うんだけど、まあ、年内にプライベートルームの方が実装予定されるかもしれないっていうことで、実装されるならもう書く必要ないなと。とりあえずプライベートルームが実装されることで、まあ、グルミクの大きな問題はまあ、なくなるのかなっていうのは思ってて、でも個人的に、まあ、修正してほしいなって思う点は、まあこの2つ、まあ、同時予選を少し見やすくしてほしいっていうのがあって、なんかね難しい曲とかやってて同時予選見にくいんだよね単純に見にくい。あの今の同時予選だったのとか、あ今ここ同時予選あったんだみたいな、そのレベルで同時予選の線が見にくい。ここをねなんか太くするなりちょっと修正してくれたらもう少しやりやすくなるのかなと思ってます。で次、選曲画面、これはまあさっき言ったね。であともう一つ、あの改善してほしい点があって、これ今新着順にしてリグディライト、一番古い曲だねこれが。でこっから一番最新の曲に行きたいってなった時に、ソートの照準、これを高順に変えると、まあ普通なら一番古い曲に行けると思うじゃないですか。けどこれやっちゃうとディグディライトは一番下に行って、結局一番新しい曲に行けないんだよね、これを変えてもね。だから一番古いやつから一番新しい曲に直で行けないわけよ。これを押せば一番最新の曲に行ってほしいんだよね本当に。そうだね、これね、あとレベル順にしたら、まあレベル順にはなるんですけど、イージーからエキスパートまで全てを含んだレベル順になってるんだよね。だから12が来て11プラス、これハードね、ハードが来てて、エキスパートで11プラスがあったら、これもねちょっと修正してほしいよね。グルミクへのご感想をお聞かせくださいということで、まあ、このゲームの、まあ、いいとこをざっと書いてみたんだけど、上から言っていこうか。このゲームには今3種類、メドレーライブイベント、ポーカーイベント、であと今やってるビンゴイベントの3つがあるんだけど、まあ、メドレーライブは普通かな。メドレーライブは、まあ、グルミクの特徴であるメドレーライブが主体になったイベントなんだけど、アイテムはめちゃくちゃ手に入る、まあ、どのイベントでも一緒なんだけど、アイテムがめちゃくちゃ手に入るのはいいところかなって思ってて、ただやっぱメドレーだからどれだけ曲をやっていい成績を取っても各曲のフルコン判定が取れないから、
まあ、それはまあしょうがないんだけど、普通かな。やってて、まあ、ちょっと面白いぐらい。アイテムがめちゃくちゃもらえるっていうのは本当にありがたい。まあ、例えばさ、クール属性、クールタイプのメドレーライブイベントが来たら、当分はクールタイプのアイテムに困らないだろってぐらいもらえるから、そこはね本当にいいと思う。てか下にも書いてあったわ、イベント報酬がいいってまあこれとほぼ重なってるところあるんだけど、グルミクのイベントは報酬めっちゃいいです。そんな感じかな。2つ目がポーカーイベントだね。ポーカーイベント、まあ、ポーカーイベントはマジで楽しい。あれはあれはね、やっててマジで楽しくて、まあ、ベッドコインだね。ベッドコイン、普通のライブをしてコインを稼ぐイベントだから、もちろん普通に協力ライブ入ってるだけでも20名 APU 名とかやりつつコインも稼げる。でグルミクのコインってめちゃくちゃ汎用性高いんですよ。アイテムの強化にもつながるし、キャラ育成にもつながるし、汎用性高くてコインってめちゃくちゃ需要はあるんですよね、このゲームにおいて。でそのコインが稼げるイベントがポーカーイベント。ポーカーだから、なんだろう、役が揃いそうになった時にどこでブーストチケットを使うかが結構駆け引きになってて、そこをね、いやここはブーストチケットを使うべきか、いやここはまだ使わないべきだろうっていう、そのギャンブル要素があるのがめちゃくちゃ面白いんだよね。コインが最大2000倍だっけな、ロイヤルストレートフラッシュっていう役ももちろんあるんだけど、最強の役がね、あれもねあるから夢あるんだよね。あれを出したいっていうね大博打、まあ、楽しいよと。で3つ目がビンゴイベント。ビンゴは、まあ、ただライブやってるだけなんだけど、とにかく練習チケット、まあ、経験値のチケットがめちゃくちゃ手に入る。いや最初本当にビンゴだけで見たら全然手に入らんやんって思ったんだけど、いや本命そっちじゃなくてミッションの方だった。ビンゴを何回達成せよで金の経験値チケット50枚とか、そういう、なんだろう、ビンゴ報酬というよりはビンゴを何回達成せよみたいな、そっちのミッションの方の報酬の方がめちゃくちゃ手に入るから、経験値レベル上げ大変な人はマジでこのイベントやった方がいいかなって思ってる。言うてビンゴはそんぐらいなんだけど。だからメドレーイベントはアイテム強化とか特訓とかに使うその各属性のアイテムがめちゃくちゃ手に入りますよと。手に入るイベントで、ポーカーイベントがコインが稼げるイベントで、ビンゴイベントが経験値のチケットが稼げるイベントっていう感じで、まあそれぞれね分かれてるんだよね、何がどれだけ手に入る。その辺の区別もできて、まあイベントが面白いなっていう感じですね、感想。次、 DJ ブースのアイテム強化がやりやすい。まあこれは分かりやすく言うとエディアアイテムだね。あのガルパとかプロセカで言うエディアアイテム、これの強化がそのまあこれ比較する感じにはなっちゃうんだけど、そのガルパとかプロセカに比べてもう100倍やりやすい、マジでやりやすい。強化がそもそも強化するアイテムが少ないっていうのもあるのかな、他のゲームと比べて。少ないっていうのはあるんだけど、まあ強化するのにアイテムとコイン両方必要になるんだけど、コインもね最初グルミクを始めると100万ぐらいコインもらえるんですよ。で100万あれば大抵もうほぼほぼ全部のアイテム強化できるぐらいあって、いや強化は余裕でできるか、100万あれば余裕でね全アイテム強化できるんだけど、アイテムの方は、まあ、さっきイベントをやってればあのアイテムめっちゃ手に入るよって言ったんだけど、その属性のアイテムは基本強化が全部できちゃう。で俺まだあのグルミク始めて1ヶ月ちょいなんだけど、でももうほぼほぼ全部アイテム強化終わってるから、グルミクのアイテムの強化はめちゃくちゃやりやすかった。強化が終わっちゃえばもうその分パーティーも強くなるし、コース感も出しやすいし、だからもうねスコア SS ランクもだいぶ安定してきてるから、あのアイテム強化がやりやすいっていうのはめちゃくちゃ利点だと思う。この辺くらいですね。これがまあラスト、これほんとちっちゃいこと、ほんとちっちゃいんですけど、喋るスタンプが可愛いです。これすでに持ってるスタンプとかは喋んないんだけど、イベント報酬でゲットできるスタンプは喋るんですよ。それが普通に可愛い、ただただ可愛いって。あとはあれか、誕生日、メンバーが誕生日迎えるとそのメンバーのスキル練習チケット、スタンプで、あとスターかながもらえるんだけど、誕生日でもらえるスタンプも喋って、それがね可愛いんだよね。これがね俺個人的に割と好きで、まあ、これは普通にいいかなって思ってる。まあこんぐらいですね、感想。まあグルミクの俺がいいと思った点はこんぐらいかな。もう一つね、ほんと、言い忘れてたことがあって、まあ、いい点ね、いい点。ダイヤが貯めやすい。これは。ライブの達成報酬。他のゲームとかだと、イージーからエキスパート、どれかで
スコア SS を取ったら、まあ、全難易度にそれが反映されると思うんですよ。けどグルメ教それ独立しててエキスパートで、まあ、これエキスパートの報酬なんだけど、ここだけ見ると、まあ、全部でダイヤ200個分あるんですよ。200個分あって難易度によって報酬が独立してるから、ハードでも同じ報酬がもらえるわけなんですよ。だから全部で200個だね。それがハードとエキスパート。まあノーマルはまあダイヤないんだけど、ハードでダイヤ200個でエキスパートでダイヤ200個、1曲からダイヤ400個もらえるんだよね。でそれに対してこのグルミクというゲームには、まあ、オリジナルカバーに加えてゲームインスト原版までもう曲がとにかく多くて、各曲からダイヤ400個手に入るわけだから、めちゃくちゃ美味しいんだよね。めちゃくちゃ集まる。この辺からね、だいぶダイヤ貯めやすいかなって思ってる。やるだけで。あとはね、最近リニューアルされたね、デイリーミッション。まあ、これ全部達成しちゃってるんだけど、まあ、これ実質無料ガチャ。毎日無料ガチャ。ライブ5回クリアでダイヤ50個で、まあ、この辺全部クリアすると、ガチャチケットが1枚もらえちゃうっていう感じで。これがね、毎日リセットされるから、毎日ダイヤ50個、毎日ガチャチケットっていうのも、スターももらえるし、ガチャもできちゃうっていうね、もう素晴らしい。まあ、そんな感じかな。